lamia in ancient greek mythology was a woman who became a child eating monster after her children were destroyed by hera who learned of her husband zeus' Tyrus with her. hera also afflicted lamia with sleeplessness so she would anguish constantly but. Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Pablo Picasso and Leonardo da Vinci painted Lemia in their paintings, and also Michelangelo Bernotti did as well in Capella Sistina. Lemia is an anagram of Maria. Pablo Picasso mo, da Vinci. Mo. 下半身大蛇の魔女ラミアを描いていましたそしてミケランジェロもシスティーナ礼拝堂の天井画の中にそのラミアを描いていましたラミアはマリアのアナグラムでした広島はやしヘメメットシティジャパン Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Pannotti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the nineteenth and twentieth centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures Exhibition in Manchester in eighteen fifty seven, hence the title the Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist. The subject arises from a non-biblical tradition that Virgin Mary and the Child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast beard, as if she has recently been suckling her infant, sun. This recalls the theme of the virgin breast feeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting which might change the whole history of fine arts of the world. Michelangeloが書いたとされる マンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は、次のように書いています。未完成の部分があるため、未完の対策と言われています。1497年の作です。当初この作品は、ミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になり、ミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうです。 でこうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですがマリアの群れが開いているのはイエスに授乳をしたためと思われますまたこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが本当にそうでしょうか こんな通り一遍の説明だけで済ませてよいものでしょうかがこの絵の中には大変な謎が隠されていました世界の絵画の歴史を一変させるような謎ですそれをこの動画の中で説明します広浜ジャパン。もう一度画面を見ながら 最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノーティが描いたと言われているマンチェスターのマドンナですがこの座り方に注意してくださいマドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが左足が描かれていません左足のある部分に子供が割って入っているような感じで 描かれています右足はあるようですが左足が見当たりませんこの白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけどもその左足が見当たりませんそして子どもの足と比較してみるとですね下の白い丸のところにマドンナの 足があるはずなののですけどもその足が見当たりませんなぜでしょうか衣服の下に隠れているといえばそれまでですがその衣服もこれまた奇妙です赤丸で囲んだ部分を拡大してみました細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります膝の辺りも拡大してみました 中深くご覧ください。極めて精緻に表現されているのが分かりますこれは何の模様なのでしょうかこれは衣服なのでしょうかそれともということになりますが私は何かヘビもしくはトカゲの皮膚のように見えるあるいは皮膚に似ていると思いましたで、蛇の皮と 比較してみることにしましたそして右は実際のヘビの皮の写真です大変よく似ているのがわかりますまあ、左中央の方がですねさらに細かいということになるのでしょうかえつまりこのマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、ヘビもしくはトカゲの皮のような衣服ということになる あるいはなるんでしょうか私の説がですね決していい加減な思いつきでないことはですねこの矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います矢印の部分を拡大してみましたこの若い女性、まあ、女性ではないということになりますけれどもこの人の背中を見てください背中から 鱗のののようなもがが吹き出ているのがわかりますつまりこのような形でミケランジョロ・バナロティはですねここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私林博は判断していますさらにダメ押しということになりますが向かって右側の人物に注意してください向かって右側の人物は 手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけれども普通に考えれば手紙ということになりますがどうもこれは手紙ではないように見えますその証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てくださいくるっと何か巻いているように見えます私、林博士はこれを皮 めめくくれれたたたと判断しましまですなぜめくれた川であるかについてはこれから説明しますがつまりは中央にいるマドンナが人間ではないからですとなるとマドンナは何かということになりますがそれについては少し回り道をしなければなりません マンチェスターの聖母はミケランジョロ・ブアノロティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの眼窟の聖母、ルーブル版です。この眼窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません。上半身が人間、下半身が大蛇、魔女の中の魔女。 子供を食べる魔女、ラミアです。この岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください色使い風合い感じ全く同じですということは聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになりますつまりここに描かれている聖母は人間ではなくて 下半身大蛇の魔女とということになりますそれについてはこの動画の後に続けて皆さんに説明しますともかくもこの岩窟の聖母の中に描かれているマリアすな,すなわち聖母はラミア下半身大蛇のラミアであるということですえつまりこのような形で1500年後のキリストは レオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました。 で、結論ということになりますマンチェスターの聖母 by ミケランジェロです向かって左側の右足を拡大してみましたそしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみますキー枠ーで囲った部分に注意してください拡大してみます ここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから皆さん自身の目でしっかりとご確認ください左はミケランジェロ右はダ・ヴィンチですがこの両者の表現の仕方は酷似しています赤い線で今ラインをかけていますけども赤い線を中心にして比較してみてください 告示しているのがわかりますで、これをどう判断するかですけども、特にこの部分ですね、同じように表現してあるということです。まあ、画家について言うならばですね、一人の画家の癖がですね同じように現れているということになるのではないでしょうか。左はマンチェスターの聖母の聖母の足です。右は 眼骨のののの中中の天使の背中部です。つまりこの両者は私は同じと判断しました上半分が丸っぽくて下がラインで構成されていますで足を見るとですね共に足が表現されていません、まあ、あの岩窟の聖母の方はですね三、えー、本指の、まあ、魔女が表現されていますともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていません で、私はこの両者はラミアであると判断しましたつまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しましたもう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てくださいつまりこの岩槌の聖母の中に描かれている人物はですねこの姿勢では バランスを保つことができず、前に倒れてしまうはずです。そのバランスを保つにはですね、後ろにこのような、大蛇のような体がないと無理だということになります。そして、マンチェスターの聖母です。頑屈の聖母です。右の、 聖母が、岩窟の聖母がですね、ラミアですから、同じように考えて、左の聖母も、私、林宏は、ラミアであると判断しました。で、その証拠は、最初に示しましたように、いろいろな部分に表れています。つまり、右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダ・ヴィンチの作品です。左はミケランジョロの作品です。 作家と言いますかね画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということはこれらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうかわかりやすく言えばですねミケランジェロもダビンチもつまりは1500年後のカインキリストの 代理人でしかなかなったということになるということです改めて先ほどのダメ押しを繰り返しますその聖母の衣服はこれは普通ではありませんねで同時に2人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいますそれを拡大してみました で、この両者、右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります細いラインがいっぱいといいますか無数に走っている点に注意してくださいひび割れの表現の仕方も同じですで、この両者を比べてみるとですね、やはり下のこの2人の人物が読んでいるように見えるそのものはですねつまりは、 手紙のようなものではなくて、衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚をまあ表現したものと考えるならばですね、2人の女性らしき人物は、皮膚を調べているところということにもなるのかもしれません。ねえ、あなた、マドンナの皮膚って、つやつやしていて、それに分厚くて健康そうね。それにね、色も白いみたいね。とです。Bye for now. Maria in Version of the Rocks painted by Leonardo da Vinci is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. Maria in the painting of version of the rocks is lamia with a serpent-like body below the waist and lamia is an anagram of maria or vice versa as you see here now please notice that maria has a monster-like lower half body it is a kind of a tricky art that is to say that she is half human and half serpent. But the question is this: Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint? Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti Maria in the Renaissance, or he was anti Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo or Jesus, after 1500 years, let us know that these two people are Lamia. In one, in which Leonardo teaches us, don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I Hiroshiyashi understand that this is a message from Leonardo to us humans. Anyway. Ladies and gentlemen, this is a guidance video to prove these facts. Please do come to my website early and stay late with me to know more about another version of human history. I mean, that there are more what we don't know than what we know now. You are always welcome to make a new adventure with me. Thank you very much for watching, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. 15 messages from Leonardo da Vinci. Version in a rock cave, it's my great pleasure that I can show you fifteen messages in this video clip from Leonardo da Vinci, the greatest artist of the world, as well as in the history Da vinciからの Carano no message ma で、この、まあ、絵でですね、最初に気になるのが、このマリアの右手です。と言いますか、右指ですね。このマリアの右指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。えー、大変重要なところですから、注意深くご覧ください、えー。縦線がですね、これがあの皮膚の境目です。その下にマリアの指が、まあ、 滑り込んでますね。そして、その上に、イエスの皮膚がかかっています。これは、まあ、衣服なのか、皮膚なのかということになるんですけども、まあ、どう見ても皮膚ですね。なぜダヴィンチはこんな絵を描いたかということですね。で、奇妙な皮膚について考えてみます。左がイエスです。で、このイエスの体を見てみます。で、全、 体にですね、まあ胸から下薄い膜で覆われているのがわかります。この腹の上の部分ですね。この腹の上の部分で皮膚が白くめくり上がっているのがわかります。そして左足のところでもめくり上がっています。で、これはよく見ますとやはり皮膚がめくれ上がっているということになりますね。足の方もこう皮膚がめくれ上がっているのがわかります。まあわかりやすければ脱皮しているわけですね。で、まあ脱皮ということで、爬虫類の脱皮。 と、まあ、同じように考えていいかどうか分かりませんけども、虫類は脱皮します。そしてめくれた皮膚は、まあ、今のイエスの皮膚のように白くなっています。まあ、奇妙な位置といいますか。逆に言いますと、ダヴィンチはイエスをこのような形で表現したということになるわけです。もう一度見てください。上が爬虫類、下がイエスのまあ皮膚ですね。足の皮膚です。このように、ま、皮膚がめくれているということです。 さらに、まあ、八種類とですね、八種類の脱皮とイエスの体の皮膚と比較しています。大変よく似ていると言いますか、めくられたところでですね、白くなっているのがわかります。なあち、ダヴィンチは明らかにイエスの体をですね、レプタリアンとして表現しているということになります。次に、まあ、この三本指の、まあ、ガブリエルの足です。ここに、ルブル版の方、 ではですね、足が描かれています。で、この足をですね、当初私は4本、あるいは5本と見たわけですけども、向かって一番右の白い指はですね、これは指ではなくて、周りの、まあ、落ち葉といいますか、石と同じ色であることがわかります、ね。なあち、一番右の、まあ、白いのはですね、他の、まあ、指3本の指とは色も形も違うということですね。となると、この白いのは、 どうも、指ではないということになります。なあち、騙し絵あるいは隠し絵ということになります。まあ、ダヴィンチはですね、こういう形で3本指のガブリエルを描いたというふうに考えられるわけですね。まあ、この白いのを指と入れるか、さらにもう少しなんとなく、左、向かって右の方に指があるような感じがします。3本指というのはリリトということになるわけです。魔女の中の魔女ということになりますね。で、ダヴィンチがですよ、あくまでもダヴィンチが表現したガブリエルは3本指の、まあ、 女性と言いますか。まあ、本当は男性なんですけどもね。男性だということになるわけです。まあ、次のメッセージを、まあ、見てみます。今度はマドンナです。このマドンナがですね、イエスの、まあ、指の、皮膚の下に自分の指を入れています。もう一度確認してください。で、こうしてマドンナの人差し指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。と同時に、この指がですね、どうもおかしいんですね。 親指の長さと人差し指の長さを比較してみてください。異様に長いと言いますか。普通でない長さであることがわかります。で、同じようなようですね。ダヴィンチは、まあ、もう一枚書いてますね。アンドレア・デルあ、今出てきますが、ベロッキョの、まあ、これはあの、ダヴィンチが、まあ、最後に完成させたと言われています。右にいるのがヨハネですけども、ヨハネのこの、まあ、左手もですね、異様に、まあ、 指が非常に長いんですね。で、まあ、細いと言いますか、痩せてるからこのように見えるかなと思うんですけども、やはりこう、なって言いますか、指の長さを比較してみますと、まあ、皆さんご覧になっている通りに、まあ、日本人の手とは違うのかなと思っては見るんですけどね。右の方はこれ、女性の手ですね。まあ、日本、もアジア人の女性の手ですけども、まあ、それ、直接比較することはできませんけども、やはり私たちが持っている、まあ、通常の感覚、 では、ちょっと理解できないほど、ヨハネの指は長い。同時に、えー、マドンナの指も長いということになります。その長い人差し指が皮膚の下に潜り込んでいるということになりますね。で、なぜこういうした、まあ、絵をですね、ダヴィンチが描いたかということなんですね。意外と、ダヴィンチは、まあ、ここに描かれている人が人間でないということを表現したかったのではないかと思います。まあ、次のメッセージに移ります。今度はマドンナですけども、このマドンナも、実に、 まあ謎をめいていてるわけです、すこれ全体を見ますとですね、この、まあ、ここに中心にマドンナがいるわけですけども、この後ろの岩とですね、マドンナの体が同じ色、同じコンセプトで描かれているということなんですね。で、色温度をいろいろ描いてみたんですけども、まあ、どのように描いても同じ色として同じように表現されているということなんです。 で、この、まあ、色温度ということは、まあ、同じような、まあ、絵の具を使ったということですね。わかりやすければ。そしてつないでみますと、このマドンナの体が大蛇になっているということ、風にも理解できるということなんです。で、まあ、あの、胸に抱かれているのは、これ、蛇の、まあ、なんて言いますか、蛇を模したものであるという風うにも考えられますよ。私はそのように考えています。で、まあ、いろいろと色温度って言いますかね。あの、色を書いてみましたが、着色はしてませんよ。全体の色温度を書いてみましたが、やっぱり、後ろの岩とマドンナの体が、まあ、 同調しているってことになります。となると、このマドンナは、まあ、隠し手法で、まあ、下半身がですね、上半身は人間では、ですけども、下半身は大蛇として描かれているとってことになります。まあ、岩、岩がね、連続性を持って、マドンナの体と繋がっているということですね。そして色も同じだということなんです。 で、これはじゃあ誰かということなんですけども、まあ、上半身が人間で、下半身が大事だということになりますと、ギリシャ神話でいう、ラミアになるわけですね。いわゆるリリート。あるいはマリですね、えー。ヘブライ語でマリ、ラテン名でマリアとなるわけです。まあ、これはラミアについての説明ですけども、まあ、この英語版のウィキビデアの方では、はっきりとラミアイコールマリと書いていますね。そしてそのマリというのはラテン名でマリアと。 まあ、そういうふうになっています。そのマリアが、まあ、あの、ヘリオ、ギリシャ神話でいうヘリオスと組んで、まあ、まあ、キリスト教を立ち上げる。だというふうに私は判断しています。で、このマリアは、魔女長のマリアでですねあ、洞窟に住んでいるということなんですね。で、アンポトの、あの、洞窟に住んでいると。まあ、アンポトの洞窟については、少し前、あの、検査し、まあ、てか、ビデオを作りましたので、興味のある方はそちらを見てください。要するに上半身が人間で、下半身が大蛇である。 ラミア、すなわちマリ、すなわちマリアということになるわけですね。それは、まあ、ダヴィンチの解釈ですよ。これがアンボトの山です。スペインの北部にあります。で、このもう一を見ていただきたいんですけども、この、まあ、マリ、あのそばにですね、まあ、まあ、マドンナのそばに、まあ、これはあの、洗礼を受けるイエスですけども、まあ、 この絵とですね、この蛇の、私先ほど蛇って言いましたけども、まあそ,そちらの味もこう、ちょっと奇妙な絵が描かれてるんですけども、これは蛇を模したものであると。同時に、右の洞窟の聖母、篆窟の聖母の膝、うんかまあ、膝のところにいるのは蛇というふうに考えられるということですね。これも隠し絵の一つです。 次のメッセージに移ります。水の中の世界。ここの線のところでですね、絵がですね、微妙に色が違うってことに皆さんちょっと注意してください。これは着色してません。オリジナルの絵です。この線のところ上の方がはっきりしてまして、この線から下がなんとなくこうなってますが、ぼんやりと言いますか、色、風合いが,が違うことに注意してください。私はこの線から下が水の中を表したもんじゃないかと思います。今このブルーの方は私が着色してみました。わかりやすくするために で、これが元の原画です。で、まあこの、この線から下がですね、まあ、海の水の中であると。そして、その右のガブリエルも、この後ろの岩とシンクロナイズと言いますが、同調しています。線がずっとつながっているということですね。で、今、まあ、水の色を消していますが、そしてその後ろの岩の色を皆さんまた比べてみてください。まあ、同じように体、下半身がですね、まあ、大蛇ということになるわけです。で、今度はバガブリエルの謎です。 ま、右にいるのはガブリエルってことになっていますけども。 えー、このガブリエル。まあ男性ですね。私、それを証明しましたが、この人は女性に見えるかもしれませんけれども、男性です。美しさに騙されてはいけません。このガブリエルの姿勢では自分の体を支えることはできません。左手で、まあ軽く支えているように見えますけれども、ヨハネの体の背,背中にですね、軽く触っている程度ですね。これでは人間は体を支えることはできません。すなわち、下半身がこのような形でないと、まあ重心がね、取れないと言いますか、に前にパタンと倒れてしまうということですね。 で、先ほど、あの、その、体が後ろへぐにあーっと曲がって、それを、まあ、ダヴィンチは、岩と、まあ、岩として表現したということになります。で、今度は、ロンドン版の方で見てみたいと思います。え、岩屈の、聖母、ロンドン版です。この、こちらの方が後に書かれたと言われています。で、先ほどのイエスを、まあ、比較しています。右がロンドン版で、左がルーブル版です。 ルーブル版の方では明らかに皮膚がめくれているように表現されていますけれども、ロンドン版の方では衣服のように表現されています。薄い衣服ですね。この薄い衣服で、まあ、剥がれた皮膚を表現するというのは、ラファエルもあちこちで使っている手法です。 ま、このようにまあダ、ま、ダヴィンチは訂正したというふうに考えられるわけですね。で、ガブリ、あガブリエルはレプタリアンです。まあ、虫類型の人間、混合種ですね。あくまでもダヴィンチの解釈によればということですよ。で、これはガブリエルですけども、この人は男性ですね。まあ、そのことは今日は、あの、私の少し前のビデオまたご覧になってください。で、これはミケランジョの書いた死生な天井画の天井画です。この中に同じ顔の人が出てきます。 で、ダビン、じゃミケランジェロはですね、まあ、女とも男ともわからないよう、って言いますか、みんな正反対の顔、てか、中学の絵を描いてますね。ほとんど願いありません。で、こうして比べてみますと、まあ、この、 ミケランジロの描いた右の、まあ、絵はですね、顔はですね、左のガブレールを模したものだということがわかります。まあ、目の開き具合が違いますから、違って見えますけども、右の人はこれ男性なんですね。この前後に何枚か同じ絵が描いてありますけども、みんな男です。ついているものはついています。そして、この、まあ、この人の背中を見ますと、見てくださるとわかりますように、ひれがついています。レプタリアン特有の、まあ、ひれですね。レプタリアン型人間の特有のひれがついています。 いわゆる、まあ、爬虫類のヒ,ヒレがついているということなんですね。ということで、まあ、ミケランジェロは、この人がですね、左の人がガブリエルが男性であり、レプタリアンであることを表現しています。また、あの、ミケランジェロの絵だね、絵の方では、まあ、こういうふうに皮膚が二重になっていることはわかります。ぼんやりとしているのは皮膚が二重になっているというとことですね。私は、当初これは絵の具の、まあ、塗りムラかなと思ったんですけどもね、そうではなくて、明らかにミケランジェロ左の上を見ていただくとわかりますように、線で描いています。なあち、皮膚だということですね。まあ、 先ほど言いましたように、ラファエルも同じ手法で、まあ、レプタリアンの、まあ、まあ、マリア、そしてイエスを表現しています。で、こうして比べてみると、やはりこうなってますか。あの、右の人はレプタリアンということになるわけですね。これ、ミケランジュの書いた絵です。そしてもう一度、えー、先ほどのルーブル版の、まあ、イエスと比べていただくとわかりますように、 正確にと言いますかね。あの、腰から下って言いますか、胸から下は、イエスの体は二重線になっています。で、その、めくれてる、めくれた後の、こううあお腹から上は、あの線が、輪郭がくっきりとしています。まあ、このように、まあ、正確に表現しているということですね。となると、やっぱりこれは皮膚がめくれてるということになるわけです、まあ。はっきり言えば脱皮しているということになるわけですねで。次のメッセージを見ています。 今度はイエスの右手に注意してください。私これですね、あの、精細な、まあ、写真が手に貼らなかった時にはですね、関節が3本あるというふうに言いましたけども、今回、まあ、精査してみてですね、それは間違っていました。それをここで訂正しながら、と同時にですね、この指を、まあ、イエスの手を見ていただきたいんですけども、極めて精緻に書いてあるということなんですね。それで実際の子供の手と比べてみますと、あの、何て言いますか。 この関節のところの日本線。右は写真ですよ。左はダヴィンチの解体ですけども、まあ、極めて正確に表現してあるということですね。まさにこれは、驚くべきこと、イコール、まあ、これは写真技術を使って書いたということが、まあ、こういうところからも証明できるわけです。まあ、合成写真ですね。はっきり言えば。では、では次のメッセージを見てみます。これは、奇妙な体ということで、 というメッセージですね。このマドンナの体ですね。で、このところにですね、奇妙なものが書かれてるんですね。で、大きくして、色を、まあ、明るくしてみますと、こうした形が浮かんできます。輪のような、なんて言いますかね、リングのようなものがあって、下に髪の毛のようなものがぶら下がっています。私これヘアピースかなと思ったんですけども、影とも取れるわけですね。やはり、覚醒手法だと思います。まあ、これは何かということなんですね。が、ここの部分だけ見てるとわかりませんが、もう少しこう、 視点を下げて、見てみますと、これがなんで、であるかが、まあ、おぼろげながらって言います。かってくるわけですね。まあ、これは今言いましたね。ロンドン版です。で、これはですね、もう一度見てみますと、このマドンナの下半身がね、どうもおかしいんですね。というのは、その、まあ、足が2本あるはずなんですけども、全体に1本のようになっています。真ん中に薄くこう線がありますから、まあ、足が2本あるかなと思うんですがそれは後ろの方へ、右後、左後ろの方へぐにゃーっと曲がってる感じがしますね。 そしてその曲がったところに先ほど言いました奇妙な形のものは、あの、ちょうどイエスの手の上あたりに映り込んでるわけです。これは、人よりも何かしらこうね、あの、鱗のような感じがしないでもありません。で、もう一度ロンドン版を見てみますが、右が、ルーブル版です。ルーブル版の方は、これは明らかに下半身が大事であることを表現しています。それロンドン版の方。 左の方は、それがやや分かりにくくなってますけども、やはりそう同じように考えれば、この左のロンドン版の方もラミアということになるのではないでしょうか。次のメッセージを見てみます。で、今度は水の中にいる、まあ、ドラゴンですよね。ここに、まあ、これはロンドン版の方ですけども、岩が描き込んでありますけども、これを明るくしますと、あの、 ドラゴンのように見えるんですね。こうした隠し絵っていうのは、まあ、ダビッチが得意だったと言いますか、あの、この後にそのビデオをつなげておきますから、また見てください。隠し絵だらけの絵を皆さんに紹介します。まあ、これドラゴンじゃないのかな。まあ、これちょっとは隠し持てませんが、まあ、そういうふうに考えられるということですね。で、今度は二人のマリアの話ですで中。中央にいるのがマドンナということになります。聖母マリアですね。そして左のがイエスということになるわけですけども、このマドンナ。まあ、イエスが 幼子ですから、まあ、イエスがまだ子供の頃のマドンナということになります。そして、皆さんご存知のですね、えー、最後の晩餐に出てくる女性がいますね。これはもう、マグダラのマリアということでもう、定説化しています。イエスの向かって左側にいるのがマグダラのマリアです。で、この二人をですね、比べてみますと、全く同じであることがわかります。で、右がマドンナ、左がマ,ドマグダラのマリアということになるんですけども、 まあ、このイエスのこの年齢になります。これがもしマリアだとするならば、マリアは50歳を超えてるはずですからね。こんな若々しくはな、ではないはずです。そして比較してみますと、ここのまあ、ブローチとて言いますかね。では、それから、目のか感じ。それから、目、目ですね。特,特に。それからか、体の傾きも揃えていますと、全く同じですね。首の傾き方ですね。そして、この赤いライン。そして、あの、縮れ毛ですね。縮れ毛。 そして同じコンセプト。あとは左の方は手が手で覆ってますが、この二人は同じだと。そして両方ともマリンブルーの服を着ています。左はマグダラのマリア、右はマドンナということになります。なあち、こういう形でダ,ダヴィンチはですね、マグダラのマリアイコールマドンナであることを私たちにメッセージとして残しました。そしてもう一度悪魔の足っていうものをちょっと取り上げてみたいと思います。先ほどここに言いましたようにガブリエルの右足がここに描かれています。 ま、ちょっと見にくいんですけども、まあ、あの、明るくしてみますと、その足が浮かび上がってきます。まあ、これも一つの確証ですね。そして一番最初、前に言いましたように、一番向かって右の白いのが、これは指なのか、あ、い、ではないのかですけど、色がちょっと違いますね。それを考案しますと、やはり三本指だということになるわけです。 三本指のガブリエルってことになるわけですね。このガブリエルは男であることを、まあ、少し前のビデオで証明いたしました。女性ではないんですよ、皆さん。そしてこの三本指と言いますと、リリーとの、まあ、指と一致するわけです。まさに魔女中の魔女ということになるわけですね。で、これはあの、はい。まあそういうことです。そして、この三本指の、まあ、リリーと、なわち、まあ、先ほど紹介しましたように、 マリですね。そして、ヘブライ語でマリ。それからラテン,ラテン名がマリアとなって、受胎国史の中にも描かれています。受胎国史の中のマリ。 右のマリアと左のガブリエルはですね、二人、一足一は一で一人のリリと表現していると私は判断しました。ここにですね、フクロウの、まあフクロウというのはまあ魔女の代名詞ですけども、フクロウの足、お着物の足のところにですね、マリアの足がちょろんと出ているのがわかります。こういう形でダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。三本指の足ですね。まあこれも、まあ隠し絵手法でダヴィンチはマリアが、まあマドンナが、 主体告知の時のねマ、マドンナが魔女であることを示しました。と同時にですね、このマリアが座っている椅子というか、どうもおかしいんですね。三本あるかのように見えます。もちろん後ろの方は椅子ということになるわけですけどもね。で、同じようなようですね、えー、ミケランジェロが書いています。これはもう一回戻りますけども、失礼な礼拝堂の天井画です。で、ここにですね、まあ同じような女性が描かれています。まあ中部からご覧くださいね。 で、ここにも、まあ、三本足の女性が描く、女性じゃないんですけど、これ男性ですよ。まあ、本当にね、もう男と女がね、混乱しますが、この人がそうなんですね。で、この人はですね、まあ、三通りの考え方ができるんですね。右二本と、で、一組。あるいは左二本で一組。あるいは、右と左の足首で一組。まあ、ここで二組の方、あの、 コンビネーションを紹介しますけれども、この左、一番かって左の足がですね、骨がむき出しになって、中の骨髄液が外に出ています。骨髄の様子も正確にミケランジョロは表現しています。茶色ですね。そして、まあ、まあ、残酷な絵ですよ、これね。こういう形で、まあ、三本足を、の、まあ、人を描いたわけです。まあ、これ、これら両方がですね、同じ人だということは、衣服の、あの、色を見ていただくとわかります。 で、こうして、まあ、ミケランジョロはダヴィンチの絵を茶化したということになるわけですね。これは森本さんが発見してくださって、私に教えてくださったんですけども、後ろに一人の男がいますね。この人は一見すると若い男に見えますけども、これも騙し絵なんですね。見方を変えますと、もう一人の、まあ、悪魔のような人が後ろに描かれています。まあ、こうした隠し絵は、システィナの天井画のあちこちに描かれています。それについてのビデオを作りましたから、またご覧になってください。で、この赤い、右のですね、赤い服を着た人、 これは男性なのか女性なのかっていうことなんですけども、まあ、その前にちょっと衣服を、あの、比べてみていただきたいんですけども、襟のところですね。同じような色です。まあ、色が合わせてるってことも考えられるわけですけども、衣服の色は同じですね。そしてベルトがあって、その下のですね、スカート、まあま、マドンナの色の、あの、いわゆる、まあ、ベルトです。ベルトとですね、そして右の人の腕の色が一緒ですね。で、右の人は一見女性に見えますけども、たくましい腕。 を見ますと、これはどうも女性ではないということになる。胸も小さいですね。まあ、これを二人は同じ人物であるというふうに私は考えています。なあち、メケランジェルはこのようにして、マドンナは男であるということを茶化したわけです。 一見この女性の顔に見えますが、この顔に騙されてはいけませんよ、皆さん。例えばこの人は一見すると女性に見えますが、ついているものがちゃんとついているんですね。これがミケランジェの絵の特徴なんですね。特にシスティーナの礼拝堂における絵はですね、このように男と女が全部逆転しています。女の人かなと思うんですけども、体には、体は男性です。やはりついているものがついています。 で、次の人もそうなんですね。この、この前後に書いてある絵なんですよ。この人も女性かな、優しい顔かなと思うんですけども、やはりついてるのがついてるなわち、右の人は、これは男性であると判断します。次の、まあ、結論ということになりますけども、まあ、結論は冒頭に挙げました、まあ、絵が、まあ、最初で、まあ、すべてを物語っていますね。上が、まあ、爬虫類です。下があ、それを模したイエスの体です。体の皮がめくれているのがわかります。 ま、このように形でですね、あくまでもダヴィンチがですよ。私じゃありませんよ。ダヴィンチが、あダヴィンチはイエスはレプタリアンであることを、まあ、こういう形で表現したわけです。で、これもそうですね。上の方が爬虫類で,で脱皮しているところです。下がイエスの体の皮膚の様子です。まあ、このように考えてますと、イエスがどのような考え、イエスじゃなくてダヴィンチがですね、イエスに対してどのような考え方を持っていたかが理解できます。ということで、今日は ダビンチからの15のメッセージについて話しましたどうも最後までご覧くださいましてありがとうございました Thank you very much and bye for now